ピーマイライフのようこジェーンです。いつもご視聴本当にありがとうございます。もうね、大変だったの、本当に大変だったのっていうか、まだ大変なんだけど、今私はドバイに来ています。ドバイに来ています。ここがパームジュメイラ、パームジュメイラに泊まってて、すごいいいホテルで、もう超感動してる。もうちょっと今ちょっとね、子供たちと一緒にプールをね、楽しんできて、そのままなんですけど、私は水着がないので、ちょっとね、こんな感じなんだけどさ、もう本当ね、大変だったの。大変なんです。っていうのも、昨日アブダビ空港に降り立ったわけです。でアブダビからドバイに移動したんだけど、それもね、アブダビ空港の方がすごくあれが出国手続きとか入国手続きが混まないっていうことでアブダビを選んだのね。でアブダビもちょっと行きたいなっていうことで、一旦でアブダビ空港からドバイに移動したんだけど、そこでね、なんとですね、スーツケースが行方不明になりまして、どうやら一個だけ残ってるのが、ちょっとリモアの、私のその黒のね、リモアのスーツケースにすごい似てたの。多分ね、それ間違えた人だと思うんですよ。で、いつもね、大体ビジネスクラスだと一番最初にクオリティパスっていうのが最初に来るのね。大体スーツケースで、でもちょっと、ね、子供たちがちょっといろいろあって遅くなったのよ、バゲージを取るのが。そしたら本当にね、残ってるのは一個リモアによく似たスーツケースが残ってて、でなんと何回確認してない。そしてもう似てるんだけど全然違うわけ。ないのよ。で結構待ったし、いっぱい電話もしてもらったし、でもなくってしょうがないから、とにかくドバイのこのホテルにね、来なきゃいけなかったから、昨日そのままドバイに移動してきて、結局全然連絡もないし、ドバイと日本って、UAE って日本と4時間なのね、時差が。で昨日深夜の12時ぐらいにドバイ、アブダビ空港に着いたんだけど、だから深夜の12時ってことは、こっちで言うさ、そうね、だからこっちの時刻で深夜の12時に着いたから、ホテルにいろいろさ、行ったりとかしたら、着くのが1時とか2時とかで、でその方がね、もしかしたら。で気づくのが朝方だったかもしれなくて、今日の昼までね、そのスーツケースが戻ってくる連絡、そのスーツケースの連絡があるかどうかを待ってたんだけど、全然なくって、今もう夕方4時ぐらいなんだけど、ないわけよ。で結局エミレーツモールに子供たちの水着とか私の T シャツとか、なんかその辺、ちょっと明日とかね、いろいろ予定を入れてるので、せっかくそれに、合わせて洋服も持ってきてたんだけど、ないから、こっちでドレスね、カジュアルなドレスを3枚ぐらい買わせてもらって、子供たちの服も全部こっちのスーツケースに入れてたから、全部とりあえず2日間ぐらい行けるように一式買い揃えてしました。もうどうかね、あるといいんだけど連絡がないです。こんなことってあるの、本当に。結構スーツケース間違いないでよ、番号見たらわかるじゃん。そしてリモアじゃないじゃんみたいな、絶対そのうちなの。ちょっと似てんだよね。この子ね、どうなることやらですが、もうね、とにかく、でもこれ可愛くない、ドバイの T シャツ。こういうことを買っていろいろね楽しんでます。でドバイの景色今めっちゃ綺麗くない？今これパームジュメイラ、ちょっと私高所恐怖症で怖いんだけど、めっちゃ怖い。でもすごい良くない？いいね、本当に素敵です。ドバイ本当に人もいいし、本当にね、昨日エティハド空港の人たちも本当にいい人たちばっかりで、もう
です。まあそんな感じでちょっと楽しみますね。落ち込んでてもしょうがないから。ということでまたね。バイバーイ。